ゴールドバーグ多面体という1930年代に定義された多面体がヒントになっています。でこの多面体はですね、六角形と五角形の組み合わせでこうやって球状に閉じた多面体であります。で六角形をいくら張り合わせていても三次元に閉じることできないんですね。八の巣状に無限にこう広がっていっちゃいます。ところが、五角形を埋め込んでやるとそこでこの曲面を作り出したりことができると。で五角形五角形五角形と全部で12個入れてやると三次元的に閉じるということが分かっています。でいろんなゴールドバーグ多面体考えられるんですけども、おのおのは五角形と五角形の相対的な位置でもって定義してあることができます。この2つのベクトル指数 H と K を使ってですね、この場合ですとこの方向に 1,2,3 ステップ、こう2ステップですので、これでゴールドバーグの 3,2 多面体というふうに定義できます。ただマセマティシャンからゴールドバーグ多面体というのはですね、のけものにされてたんですね。これ何でかというと、厳密には多面体じゃないんです。球に沿って正六角形をですね、こうきちんと張り合わせることってできなくて、でこれ内接するようにこう頂点をこう座標を置いていくと、この正六角形がですね、わずかに平面からこう一つ頂点がこうずれてくるわけですね。だからそのマセマティシャンのこだわりから言うとですね、これは多面体とは言えないということで、その議論から外れてきた、仲間外れにされてきたわけであります。実際この1930年の論文というのもですね、なんか東北大学の起業家なんかに書いてあるものすごいものすごいマイナーなところにこれが報告されていて、日の目を見ることはなかったんです。しかし近年になってこのゴールドバーグ多面体がこう注目を集めてきたと、日の目をこう見るようになってきたと。なぜかというと、自然界からたくさんのこのゴールドバーグ多面体が見つかってきたんですね。例えばフラーレン、これも六角形と五角形の組み合わせであります。そして五角形と五角形の相対的な位置関係はベクトル指数で1ステップですので、フラーレンはゴールドバーグの11多面体と表記できます。このウイルスのカプシュドは同様に1ステップ2ステップ1ステップ2ステップ、これゴールドバーグの12多面体であります。これゴルフボールの表面を見ていただきたいんですけども、1個のくぼみが6個のくぼみに囲まれています。でやっぱりこう蜂の巣構造をこう作ってるわけですね。ハニカムシートを作ってるわけなんですけども、3次元的に閉じるはずがないんですね。でも閉じちゃってるんですね。でなんで閉じてるのかなと思ってこの表面をよく観察してみると、ちゃんと五角形あるんですね。で五角形五角形五角形ということで、このゴルフボールはですね、ゴールドバーグの06多面体であるということが分かりました。これ自然界に存在すると言っているのかどうかは分かりませんけども、こんなふうにいっぱい出てきちゃったということですね。だからゴールドバーグ多面体がこう後になって注目されるようになったということであります。はい、このスライドが我々のマセマティカルディスカッションです。これは我々のディスカッションで何をやったか、ゴールドバーグ多面体というのは六角形と五角形のその交わったこの交点のところを見ていただきたいんですけども、必ず辺が3つ集まります。三角の構造を有しているわけであります。で我々はこれを三角から四角へと拡張しました。そしてこれを拡張ゴールドバーグ多面体というふうに呼んでいました。頂点に集まる辺の数が4であります。ゴールドバーグはこの五角形と五角形の相対的な位置を表すのに、このベクトルの立ち合わせたこの斜辺ですね、この長さの2乗を取ってこれを T ナンバーと定義しました。これ正六角形の性質でサインコサインが消えちゃいます。これ高校生の数学であります。でこれT ナンバーが分かると H と K は整数値ですから H と K を逆算することができます。すなわち2つのベクトル指数の、一文字表記なわけですね。で今日ウイルスのキャプシドもこのウイルスのキャプシドは T ナンバー X という形でこのゴールドバーグの T ナンバーが使われるようになってきます。で我々の4価の拡張ゴールドバーグですけれども、
基本のシート構造がこのグリッドシートになっています。正方形でこの5番目の構造なんですけども、これもどれだけ並べても3次元的に閉じることはできません。ここに三角形を埋め込むと曲面を作り出すことができるわけであります。でこうして閉じたものが拡張ゴールドバーグ多面体で、そこでこの2つのベクトル指数をですね、これ類推でもって我々この斜辺の事情でもって Q ナンバーと定義しました。今度はピタゴラスの式が使えるわけであります。でこうしてこのピタゴラスの式に基づいてマジックナンバー Q ナンバーというものがですね、この数列を作り出すことができました。飛び飛びの整数値であります。でこの数列の意味する個々の数字の意味するものは、各々の数字がある一つの三角形三角形の相対位置を示していることになります。例えば Q ナンバー2、これは H と K が11であります。1ステップ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 、これは立方八面体を表現しております。次の Q ナンバーは4です。0と2ですので0ステップ2ステップ0ステップ2ステップ、これは斜方立方八面体を表現しております。でそして次に許容となる Q ナンバーが5です。 H と K の組み合わせは1と2です。で1ステップ2ステップ1ステップ2ステップで、これが我々が遭遇したあの立体でした。全てがクリアになりました。あのセルフアセンブリーで組み上がった構造というのは、この我々自身が定義した拡張ゴールドバーグの Q ナンバー5に相当する構造であったということがクリアになりました。で Q ナンバーが4以下の時はですね、 H と K に対してこう対称なんですね。こう置き換えても H と K を置き換えても同じグラフを書くことができます。この Q ナンバーの5に関しては H と K を入れ替えると、この重なり合わないグラフが得られていきます。このグラフの考察から出来上がりの立体がキラルであるということも予測できます。オイラーの定理を使って簡単に式を変形していきますと、頂点や辺の数面の数を Q ナンバーでもってこうやって簡単に表現表すことができます。で、まあ、あの一連の拡張ゴールドバーグをこのテーブルにまとめました。で僕らはそれまでずっとアルキメデスの多面体を順番に作っているというふうにずっとそう思い込んでいたわけなんですけども、実はそうではなかったと。僕らが作っていたのは我々自身が定義したこの拡張ゴールドバーグの Q ナンバーの1から5に相当する構造を一つの漏れもなく順番に作っていたということになったわけであります。なんでこんな簡単な議論をマスマティシャンは行わなかったんだろうか、見落としてきたんだろうか、もちろん彼らに言わせればこんなことは自明であるというふうにそういう答えは返ってくるかと思います。でもその当たり前のことを誰も行わなかったわけでありますね。で、なんで行わなかったかっていうと、まあおそらくですけれども、そういう物質がなかったんじゃないかなというのを思います。物がないのに議論しても意味がないですよね。自然界はやっぱり六方重点を好むわけであります。これは細密重点です。だから自然界に多くの例が見られます。ところがスクエアパッキングというのはなかなか自然界にこう出てきにくい、そういうパッキングであるわけであります。しかし僕らは平面4範囲のパラジウムをずっと最初から使っていました。でそしてこのジオメトリというものはその自然界で起こりにくいこの四方重点というものを誘起してくれるという、そういうポテンシャルを持っているということに気がつきました。そしてこの四方重点の最も単純な形がこの正方形一マスで、これは僕らが90年に作った構造で、94年にはこのような格子構造というものも作りました。でそしてこの平面四範囲メタルのこの四方重点を誘起するこのポテンシャルによって誰も見たことのなかったこの多面体をですね、物質として観測したことになるかと思います。物質が理論に先行したんですね。そしてこの
理論の考察なんですけども、まあ、精神的にはモヤモヤがすっきりという価値はありました。だけれどもやっぱり物の存在があって理論に意味を持たせたという、物がなかったら議論をしてもしょうがなかったことにこう意味を持たせたわけですね。ここにこの研究の一つのサイエンティフィックシグニフィカンスはあるかと思います。ただ最終ゴールではありません。で、科学の最終ゴールというのはものづくりですので、今度はじゃあ理論が先行するものづくりを行ってみようという、このように視点を変えました。改めてこの表を見てみると、この30の次に我々がまだ見ていない構造というものがクリアに予測されています。次の構造は48、そして54、60ですね。これでまた必死になりました。新しい配置を作って、ひたすらなんか結晶を作っては拾いまくる、で解説系に放射光で片っ端から取りまくるという、その中からこの予測された48という構造を見つけ出しました。もうX 線しか見る手法はありません。解像度は非常に低いんですけれども、三角形窓と四角形の窓がクリアに見えております。で、これが、この我々が期待した4896という4価の拡張ゴールドバーグの22の構造、9ナンバー8の構造であるということがクリアになって、まあ、最終的にはタンパクのクリスタログラファーと共同研究を行って、このものを X 線の構造というものをリファインいたしました。まあ、これは我々の新しいロードマップなんですね。アイコシドデカヘドロンは別の系列に乗っかっておりました。で、これが我々が定義したこの拡張ゴールドバーグなんですけれども、まあ、現時点で1から8まで新しいロードマップはエンドレスであるということがこう分かってしまったんですけども、まあどこまで170キロとかそのぐらいのスピードをですね出せるかというものをこう挑戦をしてみたいなというふうに思っております。